中世スコラ哲学において普遍論争とは普遍の実在に関する論争を言う。これと内容的に同じ議論が古代から続いており、近代哲学や現代の哲学でも型を変えて問題となっているが、普遍概念をめぐる論争として中世の論争を特にこの名で呼ぶ。通説では中世における最大の論争である普遍論争は西暦三世紀に フェニキア人ポルフュリオスによって書かれたアリストテレス反中論入門の次の一節に端緒を持つと言われる。例えば、まず第一に、類と種に関して、それが客観的に存在するのか、それとも単に虚しい観念としてのみあるのか、また存在するとしても物体であるのか、非物体的なものであるのか、また非物体的なものであるならば、理在可能なものなのか、それとも、 感覚対象のうちに、これらに依存しつつ存在するのか、という問題については回避することにする。中世スコラ哲学全体を貫く、最も重大な問題は、この一節で述べられている類や種から得られる、普遍の実在性の問題であり、中世の哲学者はポルフィュリオスが答えを出さなかったこの、普遍の実在性の問題について、議論を重ねた、とされる。 普遍の実在性が問題であったと言われるものの、そもそも普遍概念の捉え方自体が論者によってまちまちであり、19世紀半ば以降に通説として、実在論、有名論、概念論の3つの立場が存在したと整理されることとなり、普遍論争の通説として用いられている。本校の内容もこの通説に基づく。ただし、21世紀現代の中世、 哲学史研究では、この通説は批判の対象になっている。一般に、普遍とは、一つの方向性を持った広がり全体のことを言う。一方、普遍論争における、普遍概念とは、伝統的に、個物、ものに対する普遍、すなわち、複数のものの述語となるものと定義される。個物とは、中世において自命的に存在すると考えられた、個別的な事物のことで、 例えば、フィレンツェに住む商人のミケーレシとか、そのミケーレシの屋敷で飼っている犬のフェリスとか、ミケーレシの邸内に生えているカシワの大樹などである。ミケーレシは人間の類に属し、犬のフェリスは犬の類に属し、カシワの巨木はカシワの木の類に属している。これらの類の概念は行相であると中世哲学では考えられた。そこで、これらの類の概念、つまり、 人間の行僧、犬の行僧、柏の木の行僧などが、普遍概念とも呼ばれた。古物が存在することは、疑いがないが、では、類の概念、つまり、普遍概念は存在するのかどうか。具体的な未形歴主という人間とは別に、人間の普遍概念が存在するのか、同様に、犬のフェリスとは別に、犬の普遍概念が存在するのか、また、 カシワの木の普遍概念が存在するのか。この問題は古代においても、事物のイデアー存在と個別存在の違いということで問題になっていたが、スコラ哲学ではさらに精緻に議論や考察が行われた。アンセルムスなどの実在論者は、普遍概念は存在するとし、何者かが明らかでない個物の期待存在物に、例えば人間の行想が付与されることで、すなわち、 人間の普遍概念が、機体存在に加わることで、簡単に言えば、人間の具体的存在すなわち、個物としての人間が成立するとした。このように、類の概念、すなわち、普遍概念が実在するとする考えを、実念論、または、実在論と呼ぶ。実在論者は、シンプラトン的立場に立ち、イデアが事物より先に立ちそれ自身において損する点に、鑑み、 アダムによって堕落し、キリストに救済されることが成り立つためには、人類という普遍者が存在し、それが人間の本質として前提されなければならないと考えた。そうでないとすると、アダムの現在も、キリストの受難も、個々の事実に過ぎず、人類全体の救済という普遍的な意味を持ち得ないからである。これに対し、オッカムのウィリアムなどの有名論者は、 人間の類の概念、すなわち人間の普遍概念は行走的に実在するのではなく、古代のアリストテレスが考えたように実在するのは具体的な個々の個物であるとした。つまり人間のミケーレや犬のフェリスやカシワの巨木が個物として実在しているのである。この時、普遍概念は類を示す名前であり、名前は 言葉として存在するが、類の概念、すなわち、普遍概念としての行走的存在は実在しないと、した。極端な有名論を唱えたロスケリヌスは、普遍は、音声の風に過ぎないとしている。このような考えを、有名論という。アベラールの見解では、普遍はまず事物よりも神のうちに、概念として存在し、その次に、物自身のうちに共通な本質的規定として、 存在し、さらに物の後に、人間の個性のうちに、その c の結果得られた概念として存在することになるとした。これは、プラトンとアリストテレスの接中的な解釈であった。しかしこのような歩み寄りにもかかわらず論争は続いた。事物、人間の普遍性を認めなければ、キリスト教の最も重要な教義と矛盾して、しまうからである。トマス・アクイナスは、 実在論の立場から両者を調停して、普遍は神の知性においては、事物に先立っては宇宙とも訳される。これが多元的宇宙観であれば、宇宙の起源は複数の方向性を持ち一元的な起源を持たないので普遍を宇宙とは訳すことができない。この場合は多元的方向性を持つ全体という意味で、マルチバースを宇宙の語に当てることになる。 山内 P44、両名ともカトリックの聖人であるこれらの人たちは、教皇庁と対立関係にもあった。ありがとうございます。